はい。いやあみんな。<laughs> えー、島本和彦の絶叫大学。絶叫大学。先生今日絶叫してない。絶叫してる <laughs> 今日はまったりとね。どうしましたやっとペン入れが終わったんだよ。お疲れ様です。ペン入れが終わると、あとはチェックなんですけど、まあ雪かきも疲れました。は,はい。何3月のね、この重たい雪が何回来るんですか、これが。 やつら、まだね、帰らない。帰い、ね。冬将軍、なかなかね、去っていかないんですね。ということで、今日はですね、ま、はい、まったり大学。<laughs> まったりで。<laughs> 今日は、<laughs> えー、勇気爆発、バーンブレイ・バーンの、えー、9話と10話を連続で見るという話でした。<laughs> そうです。皆さん、予習してきました私たちは7話から見てなかったので、7、8と見て、 めちゃくちゃ9話がもうみた。絶対、もう油断してるとそのまんまいっちゃいそうだったんですけど。やばいの。えぇ、ー、はい。あのー。すごい寸止め。寸止めですよ。寸止めでした。もうここで止めなきゃっていうところですね。ねぇ<ー>。はい。もう、もう下、<ん>下ネタ下ネタはやめようよ。もうな何をおっしゃってますか私は何もまだ言ってないです。 下ネタでさ、もう、笑い取っちゃうとダメなんだよ、<laughs> 人は。いや、先生。はい、ダメだと言いながら何をそこに用意してらっしゃるんですかはい。皆さんの見たかった本物がここにあります。<laughs> <laughs> はい。これが皆さんの見たかった本物の硬いスポンジです。<laughs> <laughs> はい。今日、今日は、いや、 これは単に出しちゃった。出しちゃったじゃない。<laughs> 宣伝じゃなこれ普通の、ね、普通のものですから。これとね、<ー>このカラフルなやつと、えっ、ー、と、モノトーンバントの2種類があります。はい。はい、ダスマルで。じゃあ、どんだけ硬いかをですね。ダスマルで買いました。<回>ありがとうございます。これモノトーンもいいんだけど、カラフルなやつから出そうかな。モノトーンでいきましょうか。モノトーンってなんか急にオシャレ度高まりますよね。うん、そうだね。<laughs> これ開けていいものかどうかわかんないけどすっごこんなに黒いなんてはい、はい、黒くて硬いスポンジがで <laughs> 出てきましたはい、はい、じゃあちょっと触ってみてください <laughs> しっこく <laughs> 固いなんだこれなん,なんだこれは冒頭まだ5分ぐらいしか経ってないですよ <laughs> <laughs> ダメダメもうね私は別に前回の日 引っ張ろうと思ってやってるわけじゃなくて。<laughs> 完全に引っ張って。いや、あのー。買ってくださいっていう宣伝のためですよ。すスポンジの話をしてるんです。でね、あくまでスポンジの話を。そう。はい。硬いでしょう。硬<固>い。<laughs> これでね。あの。鍋を洗うとすごくいいんですよ。ね<え>。もう。あのー、食器な皿とか。お茶碗なんて、あっという間ですよ。シャイーンって感じですよ。うん たすき、ねはい、の商品の中でもこのリピーターのことすっごく多いって聞きましたすもうこれそうですねなんか、はい、あの専門のタイヤを作るゴムの、えー、ところで作ってるらしいですよ。えーすごい、はい、でなんだっけそのコロナの時かなんだったか地震の時だったかに焼けてしまってああ、えー、一旦ちょっと販売がストップする時期があったんですよ。 もう販売ストップされると我々も大変<ー>はいえー、まあそんないろんなことを乗り越えたスポンジですので皆さんねこれを1回使うともう柔らかいスポンジなんかもうやってられないでしょやってられない <laughs> やってられない我やわすぎるっていう、うん、<laughs> <laughs> こんなやわいもので何にもできないっていうね <laughs>、うん、<laughs> ちなみにまあカラーの部分なんですけど 私知らなかったんですよ、社長なのに知らなかったんですけど、うん、あのソフトタイプがあるって、<laughs> しまちゃんが教えてくれて。やだ優しいのもあるの <laughs> <laughs> でもね、このソフトタイプの3色セット、すごく色もいいんですが、うんうん、ほら、<あ>そんなに柔らかくないですよね。うん、ソフトタイプと言っても結構、しっかりしてるよ。 そういういこと <laughs> しっかりしてるから <laughs> ななんでこれソフトがあるわけちなみにこの存在意義は何ほう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 その辺は黙っていいよちょっと長めで丈夫で長持ちっていうのはおんなじだなうん、うん、ソフトタイプえー、っとえー はあはあは,はあ、はあ、なんだかよくわかんないあでも使われているスポンジの種類が違うんですねその層によってあ本当だ、うん、そうですね層だけに<あ> <laughs> 無機系抗菌剤とウレタンフォームでこちらはもう一つ硬いものが入ってるのかない <laughs> まあいいですはい買って試してみてくださいはいチェック,、はいチェック 今日は今日のスポンジタイムはここまででよろしいですか。はい、ここまでよろしいです。ここでスポンジタイムってな <laughs> ん,んですか。はい、両さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。えー、っとはい今日はですね。<laughs> はい、えっとエピソード九十を見て、<laughs> ブレイバーン。えー、そうすると夜中に皆さんが十一を、えー、楽しめるという内容で、もう。 今回はもう、もう、ほら、楽しむことを前提で、ポテトチップスまでじゅ準備しました。<laughs> なんでポテチあるんだろうと思ったら。これ、これって、北海道深川市、北海道の芋は農家を限定、道<っ>産昆布、や焼津さん、焼津さん、焼津さん。焼津、うん、さんのカツオ節。節合わせだし、ポテトチップスいう,おいしそう、北海道製造のやつでございます。絶対美味しそうなやつ、これ。はい、あのー、きっと、 あのポテトチップスはね、うん、米油を使ってるんですよね。お<ー>これねだから健康に気を遣ってる人も食べていいポテトチップスなはずですよ、うん。ちなみにこちらは「ダ<う>スナルでは買えないですよね。買えないですね。買えないです。<laughs> なんかあなんかね一枚一枚がしっかりしてて。 空気がたくさん入ってた感じがするな夢です,夢が,です <laughs> 夢が詰まってたんですはい、はい、もうなんか口に入れちゃいましたけど <laughs> じゃあお茶を準備します皆さんは準備ですか準備,しし準備いいですかはい関東の人が食べられないカール食べながら見るよかカールいいねカールね、うん、あの関西方面じゃないと買えないでしたっけな買えなくなっちゃったんですよね そう。カール食べたいな食べたい時あるよね。ある無性に、あの、カールが。無性にあるんだよね。なんかこう、蘇ってくるんですよね、あの、カールが。そう。で、手についた粉を、こう。舐める。<laughs> <laughs> そこまでがカール。そこまでがカールだね。あと、宣伝を頭の中で思い出しながらね。はーってやつですね。そう、はーってやつよね。<laughs> あの、はい、いいです。あの、大学時代に、<laughs> まあ、レコード買いますよね。レコード買うんですけど、たいあの、芸大の大学生、映像計画学の大学生は、自分の撮った8ミリの BGM を探す、探しながらレコード買うんですよ。ほうほうこれを使ってやろうとか。あ、なるほど。で、あの、CM 集みたいな LP が出てると、必ずカールが入ってる。<laughs> カールの曲が、<laughs> は、どれにでも入ってる、不思議な。はい。 あのそれにつけてもおやつはかあるっていうなんか何種類か入ってるのもありましたねバージョン違いでねそんなことはどうでもいい話、えー、さあバー,ブレイバーンブレイバーンですねいきますか <laughs> いきますか、ね、皆さん準備のほどよろしいでしょうかあ今さっき流れてましたけどチェルシーね販売中ね終わっちゃうんですよあなたにもチェルシーあげたいが終わっちゃうんですよ、まあ、私小学校の頃からありましたからねありましたね よく長く続くよね。本当に。いや、またい,いつか復刻するとかね。小学校の頃にさ、うん、すっごく好きでこれ永遠に食べられると思ったお菓子が、意外と大人になると誰も食べなくて、家族のために買ってきても子供も食べないっていう。ええー。あ、それ言っちゃうとよくないよね。<laughs> 悪口になっちゃう <laughs>、えー。え切ないあの、なんか、 レーズンとパイが一緒になったようなやつなんですけどあ。ああ、はいはい。好きです。でも子供の頃はあんまり好きじゃなかったけど、大人になってからの方が好きかもしれない。私はあれは完成お菓子だって思ってましたけどね。へー、はい。うん。まあ、メーカー名言いそうになってやめた。<laughs> <laughs> 完成された。あとこう、ロール型の小さい、えっ、ー、と、クリームがコーティングされたやつもあるじゃないですか。あれね。あれは好き。 あれもいいですねあれはもうなんか我々の年代が食べる懐かしのお菓子になっちゃいましたねでもねいやーそうですねでもやっぱりあれね好き何かこうケータリングというか、はい、うお菓子がこう盛り合わせて置いてあったらまずあって思う,っう思うんだけど、うん、だけどもうなんかねこう気持ちをいつもリフレッシュしなきゃいけないからって思う気持ちもある。<laughs> 若者のお菓子を食べよ。<laughs> 若者のおやじ、そうですね。これはこれはポテトチップスだから。これも永遠のお友達です。はい、じゃあ行きましょうか。はい。前回えー、っと伊佐美勇気だ。そう。どう <laughs> 嘘あんって。はい。いや。その勇気爆発だって言って終わったんですよね。<は>あ、うん。大大事件ですよ。大事件です。みなさんびっくりして。 びっくりでしたね。あの、タイトル回収ですけど、とんでもない回収の仕方したなっていう。<laughs> これ、勇気 <laughs> が爆発したんではなく、己の体を爆発させてしまいましたっていうね。いやー、ねーまあ、私と、はい、先生はまだ見てないですけど、まあもう皆さんご覧になってる方ももちろんいらっしゃエンディングに出てる,るのに、こんなことして、エンディングに出てるから大丈夫なんだろうかとかね。あれあ、これですね。はい。 今ちょっと最初に戻したら <laughs> オープニング画面に戻っちゃいました、ね、<laughs> すいません少々少々今整えております、はい、整えておりますここでエンディング,エン,ィングエンディングに出てるのにエンディングが変わるのか死んでないのかどっちかだよねいやーどう,どうなっちゃうんだろうどうなっちゃうんだろうねそうエンディングが変わってたらやばいなやばい,やばいそれはおあおこれですねここからですねこっから。はい、いややっぱじゃあ皆さん 後ろのモイターに反射している。でも、はっきりは見えないから。どの辺見てるかだけわかるね。目安、目安。目安、目安。そうそうそう。なんか光の色で、なんとかしてください。実は、レミオの頃からそれを期待してやってたんだけど、気がついてくれなかったっていうか、うまく反射しなかった。え、そうなのちょっと、ちょっとやめて。ちょっとやめて。え、ちょっと待って、今ちょっと一瞬ネタバレしそうになった。今、完全なネタバレ食らったよ。 冗談だよ冗談冗談じゃんブレイバン温度になんかなるわけないよ嘘それ昔はあったよ温度なんてうんうんパタリドとかねいろいろ何でも温度あったよあられちゃんも温度あったよあったよあったあった私も何温度踊ったか言おうと思ったけど全然出てこない私が踊った温度ばかりだったおばき温度ありましたありましたじゃあいきますよシーンエピソド エピソードいくつで出てたのいくつって出てないよ、これ。エピソード、まあ9はなんて九九い。9、9で行きましょうか。皆さん、ご準備のほどよろしいでしょうかいいですかあれ、タイマーで、出ますタイマー、タイマー出ます <laughs> ?5、4、3、2、1、0、スタート。わあす、は <laughs> 切ないですね <laughs> 切ないですね九十 <laughs> 話を見た後のエンディングはまた一味違いますね、うん、いや確かに皆さんが九十話絶対っていうのはわかりましたそっかちゃんと終わりましたね <laughs> この先はないんですねここで一旦<あ>そうですね、はい、でここまでで えー、今夜ですか？はいいやーすごいことになってきました。あー、ーすごいですね。先生。うん、なるほど。面白いですね。面白いえ。あとはこれ。全部で何話あるんだろうね。今後。対決に赴いて2人で戦う。はい、でも今まで戦ってた相。あ、そっか。うん あのトルネードでガーッとやっちゃう,やっちゃうバーンブレイバーになってねでもそれでもやられてたんだよねやられてたんでしょう本来はでルルが戻って、うん、戻ってきてそこをな,なんとか回避するという話になっていくんですかねうそもそもルルはどっから来たんですかね最初にその海ミの産卵の時に出てきた、うん ルルはどっから来たんでしょうね。それはまだ言ってないよね。言ってないよねみんなね。うん。基本12話。ってことはあと2話なんだ。3月いっぱいってことですかね。まあワンクールだからなんかの謎を残して大変おいしかったです。あいつかあいつがまた余計なこと言ってんな先生の表情おいしかったいやちょっと真剣に見ちゃいましたね。 はいはいとても面白いいやいいあいん頭にいろいろスペルビ屋に乗ってたんでしょうねウミガメのうんうん、うん、それでズルッと出てきて,てああそういうじゃあ,あの時はうんスミスに会ったのも初めての 初めてのおぼこ娘がスミスにあってなついてまでは時系列として戻ってきた子ではないってことですねラストニ話はテレビエヴァみたいな茶番になりましうようなコメントが来ましたけどいやーおめでとうみたいな感じですか、うん、あれはあれで面白かった <laughs> おあ,れをあれはあれで面白かったですね、うん エヴァは全部見たもちろんです<う>テレビシリーズも見て「えっ!」ってなって「死とを食ってる」っていうところがあまりにも面白くって、はい、そっから先が見たかったからねああだから「えっ!」てなっちゃったんですよね、うん、そうですねいやでも展開的にい,いろもうもうね <laughs> 何もう何だろう大張監督のやりたいようにやっていただいて、ええ、それを私たちはこう。 咀嚼して楽しんでいきましょう。はいうん、うん。面白い。はい。ということで、えー、どうなるかわからないけれども、うん、今晩、寝不足、寝不足を、寝不足だ。<laughs> 寝不足だ。よし。ハイボールを買って帰ろう。ハイボールを買って帰ろう。プシュッとやりながら。らガラ おか、お母さん、何やってるのよくあるのそれ。<laughs> すんごいんあんの。お母さん、何を見てるの慌てて。ああ、何でもないわ。今ね、おトイレの奥さたのままね。そうそう、そういうのが一番怪しいよね。<laughs> それ、それ。普通にしてればさ、<laughs> ああ、ごめんごめん。ちょっと面白くってぐらいでいいんだもう消すと、消しちゃうよね。消しちゃう。なぜか、なぜか消しちゃう。なんかね、そ,のそんなね、いけないものを見てるわけじゃないのに、ね。ないのに。 恥ずかしいですよね。恥ずかしいですよね。消しちゃう。うん、あ一緒にね、早、はいお布団行こうね、ってなっち <laughs> 何か隠された。大人が何か隠してるの。そうお、なんで隠しちゃうんだろう。はい、はい、ということで、えー、お母さん、男の人が裸だよって、それをプレイバーは見せられないな。いやいや、それはプールに入る時も裸だから <laughs> 全然大丈夫ですよ。あ、そうですよね。はい、いや、でもちょっと裸多すぎませんなんか裸で縛られてるとか、裸でコックピットとか。<laughs> うん でも、裸祭り、裸祭りですよ。でも、あの、堂々としてるから大丈夫です。堂々としてりゃいいんですかボクシングやる時もあまあ、そうですね。ボクシングしてるんだって言えばいいんですか男は基本、裸で殴り合うもんなんじゃないですか。まあ、でも確かにね。夜のボクシング、夜のプロレスみたいなちょっとあんな感じになっちゃうのもどうかな。そうね。そうだね、じゃあね。はい。というわけで、皆さん、今日はお付き合い、ちょっと、ちょっと途中、え、いろいろありましたけども、 ありがとうございました。いやありがとうございました。はい、えー、っとね来次のね日曜日もちょっとできないんで、次の日曜日のねあのーはい、これは分分じゃあれは見ました予告いやマックもう先生が絶対見てほしいっていう第4話ですよね。はい、そうそうそう,そうが来るんですよ。はい、イエーイ、えー、期待してください。さい実況はやりやらないですけども <laughs> はい。 イエーイはい、いいです。かっこいい。外すときも音が出る。みんなで買おう、ブンブンジャーのおもちゃ。そ,<う>そして、ブンブンジャーはおもちゃがすごく売れた番組だったっていうことで、これは島本和彦に任せれば、次もおもちゃ出るんじゃないのかって言って<ー>あの、次は島本先生原作でっていう流れになるかもね。夢は大きく。そうだじゃあ、皆さん。 さよなら今日はこれ終わりです。さよなら。